三色症は、歯の高組織、特にエナメル質が主樹の要因によって侵食されること。侵食症とも、歯の科学的な損傷の一つである。三色症に罹患した歯を三色歯という、生活習慣病の一つと捉えられている。現在では、血状欠損の要因の一つであると考えられている。後発部位としては、上下学の前肢であり、他のトゥースウェアよりも多い。 形態としては、浅く U 字型となっており、エナメル質表面が滑らかで光沢があるために、病状が進行しないと気づかないことも多い。酸の作用によって脱回される現象であるが、細菌が関与していないという点で右色と異なっている。症状が進行すると冷たいものが歯にしみる、近く過敏や虫歯のような痛みを引き起こす。治療としては、歯科において、 クラウンなどによる修復が行われる。しかし、三食症に至った原因を突き止め、その原因を解決しなければ、根本的な治療、回復には至らない。東京医科歯科大学の調査によると市販の飲料120種の pH 値を測定したところ、実に73%の製品が pH5.5 以下であった。調味料や柑橘類の調査でも多くが、 エナメル質を溶かす pH 値を示した。例として、コーラ飲料は pH2.2 で胃酸の数値に近い。栄養ドリンクは2.5、クローズ飲料は3.1、スポーツドリンクは3.5であった。原因となるものの摂取量の減少のほか、原因となる飲料、食品などを長時間口の中に入れず、摂取後は水やお茶ですすぎ洗いし、歯磨きを冷行する。 しかし、歯磨きのタイミングは、食事の直前1時間と直後1時間は避けた方が、良い。食品に使われる重曹の水溶液は、弱アルカリ性を示し、食料品用の重曹を、少量溶かした水で、うがいすることで口内を中和する方法もある。レポートオブ、A ジョイント風、FNO エキスパートコンサルテーションダイエット。 ニュートリションザ・プリベンション・オブ・クロニック・ディジージス2003東京医科士課大学北、佐古雄一助教授、京都新聞2011年2月8日、長官掲載ルーチ、A。A&HELLWIG, E-RISC-Assessment&PREVENTIVE m e r s モノグ・オーラル祭・サイ、2006-20、190から9、https、スタイル、日経 .com、アーティクル。 約束祖 1988339-7A810C1W1601 ありがとうございます。